かねんです。はい、今回の動画は前の動画でお伝えした通り、シュプリーム FW23 フレビューを一緒にね見ていきたいと思います。皆さん待ってましたよね。私も待ってて、まあ私はロサンゼルスタイムなんで今はね、なので朝の4時に出るんですけど、3時5時ごろまで起きてたんですけど、もう眠くて眠くてもう5分前に寝ちゃって、朝起きてチラッと見ました。がっつりは見てないので、ちょっと目玉のものを見たぐらいだけなので、ちょっとね、明日明日とゆっくり細かく見ていきましょう。はい、皆さんお待たせしました。はい、 FW23 は何が出るかというと、もうね見た感じ、はい、まあここ5年ぐらいをかけてたらちょっと懐かしいなっていうものが出てきたりとか、もうさらにもっと前のデザインも出てきてるので、個人的にさらっとね、さっき話したように見ただけなんだけれども、結構いいかなと思ってます。前のシーズンよりですね、前のシーズンなんだかんだあんまり買ってなかったので、今季見た感じもね、アラビックも見えちゃってるし、何このピンズっていう感じだし、えーっていう感じだから、はい、一緒に見ていきましょう。ちょっと喋ってるだけじゃ進まないんで、とりあえずジャケットの方から見ていこうか。このジャケットは、お、すごいじゃん、グッチーカラーじゃない。グッチーカラー、このねグリーンにブラックに赤の色って、ちょっと数年前とかだったら結構人気だったけど、まあ最近落ち着いてきてるよね。後ろは、お、シュプリームとかってんだ。まあかっこいいっちゃかっこいいね。女の子もこれいいんじゃない？黒。おお、おお、すごい。おお、これはまたなんかコラボみたいな感じ？あ、オリジナルアートワークバイダッシュスノー。おー、まあね、ちょっとね、ジャケットレア昔ニューヨーク行った時じっくり見てたんだけど、今もう全然着ないからさ、そこまで気にならないんだけども、これはあれかな、この首元にこうチャックがついてるから、フードが閉まるタイプですね。あ、これとね、これは柄でコラムジで出ますよってことですね。ほうほうほう。んで、こっちか、ショット。おお、ショットはいつも出てくるけども、あー、中がこうなってるんだね。まあ、シンプルじゃシンプルね。まあ、ショットは、まあ、値段高いけども、買って損はない。私たちも前ね、顔ついてるショットのジャケット買ったけど、レザージャケット買ったけど、結構意外と使ってます。リーさんも、サンゼルス着てから、まあ、ちょいちょい着てますね。これですよ。これ、これ、これやばくない？これさ、問題作だと思うの。これさ、まずピンズにベスト、まあベストが好きなんだけれども、シュプリームのベストは確か1個しか持ってないかな。なんかね、2017年とか、18年とかの、17年かな、のセールで買ったかな。その時のベストしか持ってないけど、今回このベストでピンズがついてるってやばくない？じゃあこのピンズもらえるってことでしょ？しかもさ、このピンズよく見たら、ちょっと前にってさ、ピンズとか出てるじゃん。これとか私持ってるし、赤と黒とかもあったかな。ここは、あ、これ、クマちゃんのフェニーパン。フェニーパン、クマちゃん、私これ、3、4個持ってんだよ、あいつさ。このファックのも欲しいし、この太陽持ってるじゃん。これもね、帽子買った時についてきたよ。なんかウシャンカみたいな感じの時に。これ、ウサギも、覚えてる覚えてるって、ゴンズでしょ。これも、てるし、これも懐かしいじゃんってこと、このミドルフィンガーのやつももらえるってこと。しかもさ、このピンキャンセルなったよね。ちょうどバンズ M さ、このデザイン出るってなってさ、まあちょっといろいろニュースとかであって、まあ銃の事件とかね、やっぱね、こういう激しい感じのデザインってアメリカじゃ結構まあ、ちょっと厳しく見られてて、やっぱりこういうのを見てね、そういう犯罪を起こしちゃう子が出ちゃったりとか危ないから中止になったらしいんだけれども、これのあれじゃん。これしかもこの缶バッジ昔さ、私ね、オンラインで買ったのに寄りついてきたんだよね。覚えてます、その時期の頃のこと。同じ方いるか、日本はどうだったか分かんないんだけど、そう、オンラインでなんかある程度購入した時についてきた記憶がある。オンラインから店かな。そう買った記憶はないんだけど、無料でもらったんだよ。それがついてくるってやばくない？結構いい値段するんじゃない、このベストは。だって普通にこれピンズ1個買ってもさ、普通の9ドルとかするじゃん。だからこんなついてたら、もちろん取り外しできるんだよねっていう感じなんだけど、これはちょっと個人的に要チェックかなって思います。はい、
ちょっと戻っちゃった。ごめんね。黒と、後ろの、こんな感じなんだ。キルトレの色。黒かな。まあ、シンプル、そうだよね。まあ、ピンズ外しても全然シンプルに使えるし、寒い時なんかも着れるし。まあ、ピンズコレクターの方におすすめだし、いいね、これは。こんないいアイテム出るの？びっくり。で、次が、まあ、これシンプルですね。あ、セットで出るんだ。今までこういう感じで画像でこうね、セットで使えますよっていう画像が出てこなかったから、ちょっと嬉しいね。これだとちょっと想像しやすいね、買う人も。いいですね。もうシンプルですね。あ、お腹、あ、おー、すごいすごいんだけど、これ。このデザイン、懐かしくないですか？まあ、結構前のデザインだけど、これなんかシャツとかであったよね。リセール屋さんとか行って結構昔のアイテム、はい、漁ってたら出てくると思うんだけど、私も何回か見た時あって、これでジャケットになるんだ。寒かったら欲しかったですね。ここ、お腹のとこが、なんだろう。すごいね、こう開くのかな？あ、でも首のここまで来てるからいいね。これかなり寒さ対策できるので、しかもこれもそうそうそうセットでしょ？これちょっと柄の配置が気になるところですね。また配置問題になっちゃうけどさ。黒、おー、4色で、赤だけがこの、はい、ライオンの柄という。おー、トラックジャケット。おー、シンプルでいいんじゃない？さっきのベージュとか。おー、かわいいよね。もう悪くない。この色も悪くないですね。うん。で、セットで履けますよ。なんかすごいな。セットですよ。OKOKOK。で、次が、レザーの、ジャケット。よし、渋いね。なんかペレペレっぽくていいじゃないですか。私結構ね、こういうの好きなんだけどもさ、問題はサイズなんですね。やっぱね、こういうの買ってます。シプリームのジャケットで S って結構女の子でもでかいから、何これ。フラッシュ、あ、ベルベットだ。あ、じゃあ触り心地いいんだろうね。かわいい。うん、嫌いではないかな。で、次が、なんかすごくない？なんかすごいんだけど、これ。なんかよく見たらなんか、なんかエイリアンみたいな感じもよくわかんないけどさ、こう、かぶるとこにこれシュプリンってついてるね。なんかすごいね、この柄。よく見たら、なんかすごい。なんか不思議だね。ちょっとなんかドクロっぽい。なんか見たら、ん？なんか気持ち悪いな。気持ち悪いけど、なんかここがドクロっぽく見えて違う？ちょっとなんか難しい、ちょっと私にはこの柄。理解するのが難しいけど、別に悪く、すごくないこれ。これ結構好きだな。ちょ、ワークジャケット好きなんですよ。ワークジャケットのブラックで、後ろになんかね、あのプレイボーイのね、パッチがついてるのをよく着てるんだけども、そう、結構ワークジャケットはさらって羽織れるし、これ結構かっこいいじゃん。なんか線が、繋いでなんかこうデザインになってる感じですかね。なんか、私こういうちょっとなんかね、グロい感じってか好きで、おぉ、赤の方かわいいな。赤の方がすごいデザイン良かっていいかも。白の方がでもなんか迫力ありますね。なんか、頑張ってるんじゃないシプリームさん。ちょっと頑張ってるくさいよ。あ、また、ゴアテックスで、700の、まあ、そういう時期ですよね。あ、来る。マジ？ツリー？もう残念すぎるわ。LA 暑いよ、これは。着れない。かっこいいんだけどさ。おー、すごいね、後ろに。なんか、タイガーって感じだね。なんか白だとシマウマっぽく、シマウマっぽくなんか、かわいいね、白なんか。ベージュも入ってて。黒。おー、黒もなんかね。あ、取れるんですね。ああ、しまえる感じ。おお、取れる。うん。感じですかね。来ましたよ。バーシティジャケット。さっきトラがあったよ。また、トラに S、S シプリーム、タイガース。おお。なんか、どうなの？後ろ。後ろですよ、後ろ。後ろ、肝心の背中は、シプリームってきたよ。おー。いや、でも個人的に前のシーズンのやつの方が好きだなぁ。ちょっと今回、バーシティジャケットはパスかもしれない。
個人的には結構バースティージャケットお家にあるので今回は購入しないかなって思います。これなんかそこまで刺さるようなデザインではなかったかな。ちょっと厳しめに言うけど、あ、前さこういう感じのデザインでさパーカーじゃないけどなんか出たよね。この止めるとこが金子同じ感じで結構すぐ売り切れたのオンラインで、その記憶があるんだけど、これもセブンハンドルと、あのさこの厚いさダウンジャケットさどうなの、あ、シュプリームかっていう、もうなんかセールとかでさたまに出てきたりとかしてけど、どうなんだろうね。今季はどういう反応なんだろう、気になります。おお、すごいすごいすごい、へえ、コート、あ、首元についてますよ、首元についてますよ、ここにシュプリームのピンズが、はい、このジャケット買ったらシュプリームのロゴのピンズ付きです。いいね。ちょっと、おお、これは、あ、リバーシブルなんだ、え、いいんじゃない、ベージュで、おお、すごいすごいすごい、シュプリームって、え、さりげない、大人なシュプリーマーにおすすめですね。でも結構いい値段がしそうですね、これは。リバーシブで悪くはない。結構好きかも。あ、黄色ではないな。さっきのベージュですかね。ちょっとやっぱりバーバリーっぽくて可愛いよね。そうですね。で、次。あ、ウールの、ちょっとこれやすかな。ちょっと、幼く見そうだしが来たらね。まあ、買うならブラックとかかな。おお、すごいね、これも。結構ね、Bさんも私もこういうがっつり刺繍入ってるのが好きなので、これいいじゃん。4なんだ。そう、すごいね。ドクロでいいじゃん、こんな感じで。いいですね。こんな感じで。もうシンプル。ほんと背中だけっていう感じですね。まあ、うるさくなくていいかな。ネイビーの方がいいな。なんかシュプリームの字が赤ですごい可愛い色合いが結構好きですね。で次ファーの方、なんかすごいね、なんかチューバッカみたいな感じね。チューバッカなんかアニマルみたいな感じして、おお、またアンブロくるんですね。アンブロのジャケットで結構反応がいいかな。あ、この黒かっこいいんじゃない、ちょっと待って見てみよう。いいじゃんいいじゃん、悪くない。これ刺繍でしょ、これ見た感じね。ブルージップ。おお、ブラックじゃないかな。おお、セットアップで。悪くない。これいいんじゃない？しかもさ、パンツここさ、真ん中にこうさ、こう線が入ってると、ちょっと足がスラッと綺麗に見えるから、いいじゃん。これセットアップでありなんじゃないかなと思う。次は。やばいよ、これ。なんか腕のところに書いてるよ。ちょっと待って見てみよう。すごいじゃん、なんかすごいぞこれ、すごい。おお、ああ、なんか腕のとこだけなんだ。黒は、あ、うっすら描いてるぞ。黒はあんまり見えない。すごいすごい。おお、へえ、なんか、あ、そうだよ、遠目から見てるの分かるね。黒でも、腕だけ描いてる、不思議。お、かわいい、スタッなんかすごいね。かわいいかわいい。悪くないね。これ結構かわいい。黒好きだな。ダブルニットセットアップ、いいね。いいじゃん。いいですね、これ。あ、デニム？ジャケットはデニムじゃないの？ジャケットはデニムが、あ、出ないんだ。で、次が、ゴアテックス。あ、すごい、肩にシュプリームってぷっくりついてるんだ。久しぶりですね。このなんか、腕から背中からシュプリームってなってるの。久しぶりだ。かわいいね。昔なんかこういうデニムジャケットとかなんか、あ、デニムジャケットとかなんかこういうの、こういうデザイン多かったよね。あ、すごい。ここの腕のところにこういうワールドフェンス使ってる。もうあったかいだろうね。シンプルで可愛い。おお、待って。ああ、そういうこと？そう。で、なんかどんどん、なんか変だな。とりあえず、ジャケット。おお、なんかすごいね。
光がみたいな感じになってる。シュプリーム、これも肩、腕から肩にくてシュプリームって感じで、黒。パンツはちょっと違うかな。パンツはちょっと違うけどね。おー、ワークジャケット、おー。あ、黒いいんじゃない、シンプルで。やっぱか、いや、あ、ダブル2。うん、いいね。ダブル2いいね。あとダブル2かなって感じだけどさ。なんかいいね。ジャケットとセットアップでちょっと見れるから。てか、多くない？ジャケット。こんなあるの？こんなあるのか。なんか落書きしたみたいだね、これ。見る。どんどん。なんか、そうだね。ジャケットはジャケットでガガガって出てくるとあるんだけどさ。ちょっとあれだね。ちょっともうささっと見ていこうか。こんな時間かかると思わなかったな。ゴアテックスの、これとちょっとあれだね。あ、これもフルオーバーで被るタイプですね。ごめんね、ちょっとさらっとなっちゃう。こんなんじゃもう終わりが見えない、最後まで。で、こう、あ、いいね。これ、おー、あ、クーロ、オマルク。あ、なんか、いきなりちょっと子供っぽい感じになっちゃったけど。あ、でもふわふわで可愛いね。悪くはないね。おー。こんな？おー、あ、これさっきのあれ、それだった。ごめんね。なんか先に見ちゃった感じだったね。UT ジャケット。あー、もうここら辺はシンプルだね。あとはトラック。ジャケット、お、このポーチジャケットいいんじゃない？え、後ろは気になるな。なんだろう、お、結構シンプルですね。前、なんか確かコーンズのなんかデザインのポーチジャケットで出てたよね。その時なんかセール行ってたけどさ、これは多分今回のポーチジャケットセール行かないんじゃないかなって思うな、このデザインを。うん、悪くはない。あとは、ベルベットのスーツ。うん。すごいね、ベルベットのシーズ、これ買う人いるの？なかなかこれを着こなすの難しいんじゃないかなって思いますね。で、次はシャツいこうか。ちょっとね、シャツは、まあ、さらっと見ていこう。フレースのジップアップの、ん？なんかすごいな。ヒョウ柄？で、ここなんかシュプリームって書いてあるね。あ、ふわふわなってるの。かわいいかわいい。あ、これなんかさっきジャケットでもあったよね。フランネルはこのか。お、黒いいね。あ、でもなんか黄色が、なんかパープルも入ってて可愛い色合いではあるね。おぉ、つながった、おぉ、デニムジャケット、おぉ、ジャコード、おぉ。前のやつよりも好きかも。前のさ、このデニムジャケットの、なんかこういうデニムのシャツってもっと細かい感じだったよね。今回の方が好きだな、私は。殴り書きみたいな感じかな。シュプリームって書いてるね。で、次はルーズフィットオクソードのシャツ。まあ、定番ではないのシャツ。おハーフジップ。これちょっと夏終わる前に出てほしいね。あ、コーデュロイなんだ。かわいい。ハーフジップはね、好きなんだけど。おぉ。ポーラテックの。わぁ、かわいいね。なんかこれ。これなんか赤ちゃんの服みたいなんだけど、わかんない。柄かなちょっと苦手ではある。私はちょっと苦手だった。あれじゃあこっちか。レザー猫。はい。レザーは。シンプルですね。お、なんかふわふわ。お、シュプリーム。おー。色は、あ、2色だけ。あ、これで黒っぽいの出てほしかったな。アメリカン最高。おぉ。なんかこんな感じ、あの、黒を思い出すね。かわいいね、これ。私問題があって、この赤のチェックは好きなんだけど、このフードがついてるけど、どうしても子供っぽく見えちゃうから、ちょっと違うんだよね。もうね、こういうチェック系だったらフードなしに出してほしい。っていうのがある。これすごくない？何これ。え、すごい。かわいい。これかわいいんじゃない？
こういう柄物シャツ好きです。ちょっとおしゃれなディナー行く時にこんなシャツ合わせてもいいんじゃない。あ、まあこれはね定番ですよね、スモールボックスの。あ、この色がいつも通り多分デニムが人気かと思いますね、これは。あ、でも待って、このベージュっぽいのも悪くないね。これはなんか目がおかしくないですよ、ちょっとなんか。あ、すごいすごいすごい、ちょっと可愛いな、可愛い、悪くない、悪くないです。なんか千鳥柄とシャッチックを混ぜた、これちょっと目が痛くなっちゃうな。すごいな。おお、もう終わっちゃった。あ、ちょっとさっきジャケットは多分ありすぎたのかな、だからちょっとさらっと見えなかったのかな。で次行こう。やっとトップスだよ。あ、これさっきなんか見たやつ、私がなんかちょっとって言ったやつだよね。ね、だよね。待って、これはやばい気がする、これはやばい、これはね、もうね、ここ見た時カマチョ、これはね多分やばいでしょ。てやきゃ、もうこれ見て反応しないシュプリーマンはいないでしょ。もうね、このねキャラクターのねフィギュアが欲しくて欲しくて、お金があっても見つからない、新品見つからない、多分ね品揃えのいいリセール屋さんでやったら絶対置いてあるな。箱の中にもうグエルゾーンに入ってるんだけど、うっそー、これこのデザイン、まあ最初さプレビューの時にもう見えてたからちょっと予想してたけど、マジニットで来るの、やばいね。これはこれは買いじゃないですかね。あー迷う、でも絶対定価高いねこれは。はあ、なんかもうお腹が痛くなってくる。これいいね、さっきのさっきの見たらなんかもうこれもいい、ちょっとこれはいい。待って、これ何、これすごくない、これすごい、ニューヨーク、ニューヨークだよね、だよね、ここワールドトレードセンターでしょ、ハドソンリーバーでしょ、すごい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 、すごいの、これいいじゃん、これいいんだけど、ピンクかわいい、なになになに、これいいんじゃない、あ、やばいよこれ、ニットとウールの、やばくない、待って、ここがシルクなの、これめっちゃかっこいいじゃん、好き、さっきの、これもいいね、プリケ、もう同色でシュプリームとか、かっこいいじゃんこれ、ピンクかわいい、なんかね私ね、こういうちょっと大きめの編み編みのニット好きなんですよ。かわいい、フロントのここの編み編みかわいいじゃん。ちょっとあまり期待してなかったけど、ちょっと気持ちが、ちょっと待って、楽しみだな、これちょっと、カーディガン、私たちさ前さ黒のなんかカーディガン買って、まあ、それ結構良かったんだけど、今回は可愛くない、結構ねカーディガンはね数が少ないんですけど、これはあーこっちは派手で、これいいな、この色可愛い、これいいんじゃない、まあシュプリーム感はないけどさ、どう思います、これちょっとデザインかもしれない、あ、ジップアップなんて、なんかすごいね、おー、こちらウールブレンド、お、ウールで、あ、ちょっとなんかモハモハして、モハモサだな、なんかそれ、なにこれ、あ、なんかあったよねこれ、 HR、 なんかさっきもあったよねジャケット、それのやつか、なんか顔っぽいって言ったけど、これ顔か、合ってる私、なんかちょっと気持ち悪い感じがいい、さっきのちょっと結構好き、これ惜しい、めっちゃ惜しい、ここの真ん中の線がいらなかった、真ん中の線なしでスモールボックスのだったら欲しかったな、あ、待って、違う色がない、あ、白かわいい、これ白いいじゃん、ちょっと待って、今季頑張ってるくない、ブロー、なんか雲みたいに見えるねデザイン、かわいい、これも丸、あ、ミヤミニットリブのセット、悪くない、どうしたの、なんか結構セーター系、トップスいいんじゃない、いいんじゃない、
待って、水車とかも、待って待って、ここまで行ったでしょ、次がボーンでしょ、まあちょっとこれ果て、パッチはついてるね。結構ね、こういう太ジャージ系は開ける可能性がある。前のシーズンも結構こういうジャージ系なんか反応良かったイメージがありますね。久しぶりじゃん、昔あったよね、こういうなんかみたいにさ、なんかジャケットとかしてたよね。なんか違う、あの黒のデリじゃなくて、あの違うもっと細かいやつね。なんかちょっと言いづらいな、数年前のやつね。腕にシュプリーム、なんかシュプリームって言ってなんかすごいね、なんかのロゴみたい。あ、ヒョウ柄、こっきヒョウ柄でくんの。色合いも可愛い、悪くないね。ここら辺いいじゃん。ヒョウ柄を攻めてますね。今までヒョウ柄ってないんじゃない？これで。デジャブ。デジャブ。スクラシックロゴだ。こんな真ん中に、久しぶりじゃない？ほんと、久しぶりのクラシックロゴドンみたいな。なんか、昔のデザインを思い出すようなアイテムが今季多いじゃないですか。ちょっと、あれかな、やっぱり気づいたのかな、みんな結構昔のデザイン待ってるよっての。これもさ、5年前とかそれぐらいにさ、こういう感じのシャツでさ、なんか、それもなんか国旗みたいな感じの色合いでさ、後ろになんか、後ろが前か忘れたけど、シュプリームがドンついてなったよね。なんかそれ思い出すけど、黒色合いかわいいじゃん。かわいくない？黒かわいい。黒ピンクで。かわいいじゃん。終わるか。なんか派手だな、このカモ。すごい、すごい、すごい、すごい。なんかかわいい。かわいいぞ。かわいいぞ。なんか、なに、なんか変化出してきた、シュプリーム。なにこれ。すごい。なんかかわいい。この色合いがかわいい。白の色合いがかわいいね。サーマルでいいね。かわいいね。こういうちょっとおかしなかわいいキャラクターつく。久しぶりでしょ、久しぶりっていうか、こんなロゴどうみたいな。すごい。ってこと、こういう感じの前、フーディーとかあったよ。おかしてたよね。なんかすごいね。オールドイングリッシュで、なんかこう、リボンが。リボンの中にシュプリームって書いてる感じ。すごい。モックネックはいいよね。モックネックなんかね、ブラックの昔買ったの結構使える。インナーとしても使えるし、買ってもある。スモールボックスのさっきので色もいいしさ。待ってね。ここです。ここです。これさっきシャツであったよね。それの T シャツバージョン。シャツの方がいけてる。カモはちょっと派手だね。やばい、なんか鬼がついてる。鬼だ。すごいな。ポケティね。ポケティは、今回からは、赤チェック。もう悪くない。なんかすごい。すごいじゃん、なんか。すごい。これなんかさっきあったね、こういう柄も。これのちょっと変化ある感じか。オールドイングシュの。色合い可愛いんじゃない？グレーの色合いが可愛いぞ。グレーに、この、パープルの色合いが可愛い。いいね。ここにシュプリームって書いてる。これもシンプルでいいですね。すごい。こういう感じ？ここに胸元に。これも刺繍でシュプリームだ。こんな感じ。で、これプルオーバー。プルオーバー。後ろは、出てない。後ろは無地なのかな、ちょっとわかんないけど、ここに S って書いてるね。な感じでございました。次は、フーディー系かな、フーディー系いきましょうか。フーディー系はクルーネックもあるね。クルーネックは、これはなんか、ウォッシュかな。
なんかもうすでに割れてる感じです。薄からっちゃったよみたいな。ちょっと古着感のあるインサイダーとクルネックを。ほう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 。あんまり好きなタイプではない。失敗。なんか何これ。なんかこれやばくない？このキャラクターはやばくない？このキャラクターやばいよだけ。こんな感じになってる。何？面白いなこれ。サテン、お、サテンだ。なんか久しぶりじゃないこんな感じの。あ、さっきは黒黒だけど、ピンクは白ピンクで。かわいい。これ結構受けいいんじゃない？おぉ。あ、これもアート系ですね。ここは刺繍で入ってます。ちょっとカラフルで可愛いですね。さっき言ってたこの色が可愛い。ネズミっぽい色か。黒でチップアップ。今回、なんか、前のシーズンもこういう感じのシュプリーム出たけど、今回は中が、いろんなチェックの柄でシュプリームだったんだ。前はなんか、なんだろう、なんかちょっと記憶だけビーズっぽい感じだったよね、前のシーズンこういうの。今回の S ロゴはジップアップか。で、色は6色。あんまりね、ジップアップは好きじゃないんだけれども、あ、こんなデザイン、お花だ。かわいいんじゃない？お花悪くないね。かわいい。結構ね、花柄は好きなので。シュプリームの花柄好きな人多いんじゃない？で、次が、これショップだからの、いつも通り、ロケーションによって、この住所が違いますよってやつですね。やっぱりね、日本の人は海外の住所のやつが欲しくなる。でも私はね、日本の住所のやつが欲しいんですよ。ちょっとね、秋に日本に行く予定はあるので、その時にこれ日本の住所で発売したら欲しいな、普通に。そうなんですよ。秋に行くので、店に並びに行きたいと思ってるので、もしね、日本の、わかんない、日本の並び方がちょっと私わかんないんだけど、その、並べる条件で当てはまったら行きたいですね。次トラックパンツ。あ、トラックパンツって言ったっけ。あ、ごめん。パンツじゃない。ごめんね。飛ばしちゃった。変すぎだよね。ごめんね。で、次が、俺ジップアップの。な、ウィンドストッパー結構、ちょっとあれやね。いつもちょっと飽きてしまった。一気に出てきちゃったよ。で、次は、ジップアップの。あ、ジップアップ。あ、違う。ハーフジップの。トラテック。まあ、ハーフジップのトラテックはね、ハーフジップのこういうポーラーテックさ、一時期すごい人気だったじゃん。なんかさ、番号持ってさ、結構明らかに早い番号だったのに買えなかった人とかってさ、もう泣く泣く店員さんにマジでお願いって言って出てきたことがあるね、B さんがね。あんまりポーラーテックでいい思い出がないんだけどさ。何これ、すごいな。これすごくない、デザインが。すごいね。嫌いではない。お、来ましたよ。ボックスロゴ。どうします？今季皆さん、やっぱりこの柄ですよね。このグレーに、他の色は同じ色で同色でって感じですね。もうほんとグレーだけが、カンモだけだから、これも絶対みんなグレーに行くでしょ。でも、わからない。なんか、カンモも結構、嫌いな人嫌いじゃん。私は好きな方だからこうカモにいいかなと思うけど、カモ以外だとこの色とか、このちょっとミントグリーンっぽい色可愛くない？この辺が人気出るんじゃないかなと思います。だけどこれ同色っていうこと、黒で黒でしょ。私もね、この黒黒のやつをね、超昔のね B さんから譲り受けてるんだけど、この黒黒は買う価値ありますよ。いや、そうだね、グレーなければ黒黒かもしれない。欲しい、もう一個ピザにあげたい。待て、やばいよ。皆さん見てください、ここキャットウーマン、なんか来たよ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 。待って、うわ、もう見れない、もう見れない。欲しい、久しぶりにフーディー欲しい。どの色でもいい。どの色で、赤い、赤っ
とネイ、あ、ネイビーだとここピンクなの。どうしよう。あ、でもこれ見た時、あ、待って、選べないわ。赤以外買ったらもういいよ、文句はない。ちょっとさっきの欲しいね。腕にアップ、腕か。あ、これはさっきコーチジャケットでもあったね、それのいいね。背中にいいじゃん、クルネック。あ、いいよ、多分これ B さん欲しいって言うと思う。お、これ久しぶりじゃない、こういう感じの。なんかでかくない、なんかもっと昔はさ、なんだろう、こんな大きくなくて、ここ半分ぐらいじゃなかったってなった気がする。今回すごいな、シュプリーム感がすごいな、これ。やっぱグレーが人気なんじゃないかな。あ、スモールボックス、お、あ、そういうこと、ごめんごめん。ちょっとここ紐がね、透明だね。おー、シュプリーム、おーおーおー、ほらけど、あ、これはね、前のシーズンもこういうなんかシンプルなシュプリーム出たよね。まあそれも反応良かったよね。もうぼちぼちセールになったけどね。まあでもセールでもやっぱりその M とかばっかり、 L とか XL かあんまりなかったか。あ、待って待って、これスモールボックスのクルネック、色落ち着いてていいんじゃない、悪くはない。悪くはない。このグレーあたりいいんじゃない？待って待って。ああ、もう終わっちゃったよ。マジ？ちょっとパンツいこっか。パンツ系はそこまでゆっくり見なくていいと思うんだけど、このままで、その、まあ、ジャケットとか、まあ、なんかトップスとかのセットとかが多いかな。さっきもチラチラ出てると思うけど、チラチラ出てないもので。待って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 。これ、いいんじゃない？何これ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 、なんかシュプリームのデニムの中でも、なんかいいぞこれ、メイドインジャパン、嘘、これいいんじゃない、これ絶対人気出ると思う。このブルーの方だよ、こっちが多分 USA 人気出ると思う。これいい、これいけてる、いいじゃん。あ、これさっきの顔のやつ、顔のやつでダブルニーデルの、またまた次触れさせちゃった。顔のは私結構あり、なんかちょっと若干気持ち悪い感じが好きだな。あー、すごいすごい、シュプリームシュプリームだ。まあいつも通り、あとはなんかトラックパンツとか出るのかな。はい、では次はショーツ3つしかないけれども、まあこれも、まあ、セットアップと合わせるっていう感じですかね。このスモールボックスのやつはもうさっきと同じ花柄でショーツが出る、かわいいね。おお。で、次が T シャツですよ。まあ、ここの T シャツは、まあ、ウィーク1で出ますし、そうですね。秋の T シャツということで、はい。どうなんでしょう。まあ、これはまあ、ドロップリストの時にちょっとさらっとお話ししたいんですけども、やっぱり立ち上げといえばフォトティーですね。はい。これはちょっと後々お話ししましょう。長くなっちゃうんで、次はハット系なんですけども、最初からちょっとやばいですね。アラビックロゴのキャンプキャップ、すごくない？キャンプキャップないでしょ。これは人気で言うともキャンプキャップは定番だし、まあ、アラビックの人気はまだあると思うから欲しい人多いんじゃないかなと思います。まあ、秋冬だからね、キャップ系といえば、まあ、バラクラバ入れたりとか、まあね、かぶる系ね、まあ、ちょっと耳ついたものとか出ると思うから、ほら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 見て、イヤーね、こうカバーしてくれるやつも出てくるから、まあ秋冬冬に結構使えるようなキャップが出ると思う。お、すごい、これあの柄ですね、なんかちょっと顔っぽい柄とか、私ジャケットでもあったよね。お、やっぱりツバは曲がっちゃってますね、これ。あ、すごいな、シュプリームってこと。デニム今回、あ、かわいいね、ちょっとキルトっぽい感じでかわいい。おー、今回ミリタリーキャンプキャップ、後ろにこう書いてるんだ。待って。これツバ曲がってなくない？これは、まっすぐのキャンプキャップなの？シュプリームさん、マジでありがとうって感じ。本当に曲がってるキャンプキャップ、いらないんだよ。いらないの、個人的に。もうはっきり言うけど。この、まっすぐのタイプを、もう戻ってくるの待ってたよ。超嬉しい、これは。
いい、これは買いですわ。黒、ちょっと2個ぐらい買っといていいんじゃないと思う、自分に。だってさ、まつ毛のシーズンにまた曲がってる可能性もあるじゃん。でしょ。あ、待って待って待って、これも、これも曲がってないじゃん。これ可愛くない？チェック可愛い。もうさっきのピンク多いね。あ、ここにポケットがある、可愛い。でしょ、ま、曲がってないよね。違う、私だよね、曲がってないよね。おおおお、でだよね、曲がってないよ、ね、だって。あ、じゃあ曲がってんの曲がってないの半々ぐらい今回。待って、おお、これよ、これデニム、このデニムがロゴが赤だったらいいなっていうね。ちょっとこう見えない、ちょっとやらしいわ。ちょっと見せて、気になるわ。あとヒョウ柄でしょ。ちょっとヒョウ柄がちょっと昔のキャンプキャップっぽくてとてもいいですね。とてもいいです。はい、で次がどこまで見た、どこまで見た、見た。ちょっとここら辺ぐらい。待って、ちょっと分かんなくなっちゃった。もうちょっとごめん、ここら辺かも。あ、でもごめん、さっきも見たよね。分かんなくなっちゃった、ごめん。コーデュロイ、あ、ここまで見たね、ごめんなさい。で次が6パネル行こう。おー、まあ、6パネルだな。あ、なんかこれ可愛くない？可愛い、デザイン悪くない、好きですこれは。おー、なんかすごいね、これシュプリームって、なんか、あ、青いだ。なんかこれクオリティいいよ、多分。これピンズではない、で、こうくっついてるタイプか、エナメルって。おー、 S ロゴ、これでしょ、デニムでしょ、デニムとこの黒でしょ。また出んの、前のシーズンも出たよね、また出んの。S ロゴ出しすぎじゃない、さっきのデニムの。これもう飽きちゃうよ、みんな。あ、これもいいやん、ツッコできる。何これ、デザインかわいい。かわいい、なんかこんなシュールなやつ好きですね、私。カマチョ、もうこのパッチだけ取りたいぐらい。これは買いでしょ、みんな。何色にする、これもみんな買うでしょ、これは買うでしょ。まあもちろん黒もいいんだけどさ、このブラウン、ごめん、待って、ブラウンですよ。このブラウンがありだ。S ロゴのコーデュロイもかわいい。ピンクかわいいじゃん。まだメッシュ出るんだ。まあ、多分メッシュは、まあ、冬本の方に行かないから、もう近々出ると思うけどさ。これも前出たよね、このデザインでね。あれ？じゃなかった。こういうデザインで出たかな、メッシュ。なんか、去年日本行った時、ドーバーでね、黒見かけたんで、こう、ちょっと同じデザインが、こういう感じの、ちょっと私の記憶あれだけど。ニューエラすごいな。何このニューエラ。今回撮ってんじゃん。なんか世界地図みたいな。すごい。すごいじゃん。すごい。これ、世界地図になってて、この、店舗がある地域にこうついてるの。日本めっちゃついてるじゃん。かわいい。これは結構かわいいの。わ、いいじゃん。ジーザスだ。確かにジーザスだわ。これやからだね。やからだ。おお。結構ニューエラ。お、いい。あっちのとこについてんだ。かわいい。まあ、無難にブラックかな。まあ、ネビかなと思うけど、この色合いもすごいかわいいですね。薄色。これじゃない？これあれじゃん。ベストでもあったじゃん。これ、クラッシャーでくんの？これ全部ピンでついてるってこと？やばくない？ちょっとさ、もうベスト買うなら、これ買えばいいじゃん。もう絶対これ買うわ。絶対買う。でもついてるもんね。じゃあこれもう、取れるんでしょ？買いでしょ。もうどの色でもいいよ。もう帽子が目当てじゃなくて、ピンツが欲しいね、これは。でも私個人的にこの、あん中のこういうベージュの色の帽子は持ってない。黒とかこのデニムとか持ってるから、このままかぶってるじゃん。ベージュが欲しい。かわいい。ミリタリーブーニー。かわいいじゃん。これなんかつば広めで。いいじゃん。ここ、紐ついてるでしょ？かわいい。いいじゃん。なんか、キャップ系、ハット悪くないじゃんって思ったんだけど、次はブーニー行こう。ブーニーじゃない。ビーニー。
あ、これちょっと厚めだ、あ、かわいいとか思った、これかわいいじゃん、すごいカラーかわいい、おお、最近流行りのもうリブがない感じですね、うん、おお、あ、ボクソー、ボクソー、おお、ちゃんとグレーはちゃんと色合わせてけてんだ、嬉しい、これが買いですね、あ、モヘアはもう秋冬定番ですね、ニューエラのビーニ、あー、すごく今回はなんか全然あのなんかツナついたりとか、まあ、デビルのやつとかもあったね、なんかちょっとなんか垂れてる感じのデザインとか、本当にシンプルなやつでいいですね、私は結構エスロゴ、まあ、シンプルなやつが好きかな、こうデビルとかのついててもよかったんだけど、ちょっと若干子供っぽくなっちゃうというか、そんな感じがするんだけど、これもいいね、シンプルでいいね、かわいい、うん、あー、これちょっとあの厚めのリングですね、かわいい、おー、これすごいね、あのジャケットと同じデザインで、これガッツリ、おー、青いだもんね、青い刺繍で、もういいじゃんいいじゃん、このルースゲージピンには定番ですね、まあいつも出るし、まあ持っててもかな、持っててずっと使ってても古くなっちゃってももうね買い直しも全然ありかと思います。では次はこれひどくない、ひどくないって、ひどくないじゃない、すごいひどいって言っちゃったけど、神だけだとひどいんだけど、よく見たら、あのよく見たらね、ちょっと最高ってあったからひどくはないいいじゃん神だけだったらちょっとあれだけど、まあいいんじゃない、じゃあ神に後ろ 最高ってことすごくない、シュプリームゴッドやばいなん？何これ？ヘルメットみたいだな。すごいね。もう、かぶる感じの D2？ すごいすごい。おー、ポーラ、おー、ポーラテックで。あ、巻いたら、シュプリームが出てきますよってこと？ロゴが。おー、すごいね。あ、ビッグロゴ B2 も定番ですよね。お、今回は違う柄がこのチェックなんだ。まあ、ちょっと反応いいかちょっと微妙だけど、まあ定番だよね。この、もう単色は。うん、あ、これなんかジャケットっぽいのあったね。で、これもジャケットだね、セットで。うん、このね、ライオンのやつがここにちょうど真ん中に来るのが多分柄的に一番綺麗ですよね。同じ柄で出てくるのかな、気になるね。で、これは、あ、パラクラバー。今回派手だね。すごい、シュプリーム、シュプリームって。まあ、2年、秋、冬続けて、なんだろう、このロゴがついてるようなタイプだったから、つっきり出るのかな。あ、違う。これシュプリームだけか。じゃあ、今年はそうだね。ここのロゴタイプじゃなくて、このシュプリーム、シュプリーム、もうリピートされてるようなタイプで出ると。ネックケーターはね、まあ、欲しい人は欲しい。買ったらいいんじゃない。フェイスマスクもまあ、並ぶときね、冬寒いもんね。うん、これあったら、まあ、使えるよっていうようなアイテムかと思います。こんな感じで、さらっといきましたね。なかなかちょっとごめんなさいね、私長いよね、ごめん本当に。なんだけど、まあ、次はバックパック行こう、さらっと。バックパックなんか今回なんかすごいね、あ、なんか色合いがこれ結構素敵だね。でまあ無難に言ったらブラックがねまた人気あると思う。おー、光るんだ。あ、 3M だ、懐かしい懐かしい。まあね、変わらずナイロン素材で、まあ、まあまあガシガシ使っていいよって感じですよね。ダッフルバッグも、あー、うーん、どうだろう。いつもだったらね、こういう、まあ本当にこのシュプリームのロゴにシンプルな感じだったけどさ、今回どうでしょうね。前のね、なんかこの、あの、紐のとこにシュプリーム、シュプリームついたりもあったけど、今回はなんか、デザインとかよりもこの色合いが結構好きですね。昔のあの、なんか、バッグとか例えばノースペースの昔のコラボとか見るとね、結構こういう色合いでね、2色ぐらい使ってちょっといいよね。トートバッグ、うん、トートバッグは違うな。私ね、こういうナイロンも好きなんだけど、ちょっと若干こう、わかるわかる、なんか言いたいのわかる。本当に単色だけだったらいいんだけど、こうよく見たらこうなんかちょっと線がついてる感じはあんま好きではないんだよね。ちょっとさ、でも光るとかっこいいね、シュプリームって。まあ、暗いとこ歩くときはいいんじゃない？こう、ピカって光るからね。いいじゃん。あ、やっぱこの色だ。この色が素敵。まあね、万人受けはブラックだからね、どうなるかなと思うけど。まあ、あのシーズンもなんだかんだね、バッ
く人気で、まあ、売り切れたし、前のシーズンだったのね、カーキがあのゴンズのデザインで可愛かったけどさ、そう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 、なんかいろんなタイプのバッグが出るんですね。あ、ラージも出るんだ。あ、待って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 、あ、これレザーだ。いいじゃん、レザー。え、いいんじゃない？結構ね、ラージのダッフルバッグって私たち結構ほら、日本に帰ったりとかするとき、あの、シュプリームの昔のラージのダッフルバッグ使ってるんだけど、まあ、かなり荷物入り詰めれるから、まあ、もう閉めるときもグイってなって閉めれるから、結構頑丈でいいんだよね。まあ、レザーか。レザーだったら結構クオリティいいし、使い込んでもいいんじゃないかな。まあ、ちょっと擦れたりとかちょっと気になるかもしれないけど、まあ別にそこまでシュプリームだったらね、ある程度汚くなっても全然使えるから、肩のとこはどうなの？あ、肩とかもある程度しっかりしてるか。まあね、バックパックとかこういうのいいんだけどさ、まあ、肩のこれ後ろのね、作りだよね。ここがちょっとチャッチーとやっぱりしょってても疲れちゃうから、結構そこが重要かなと思う。デザインよりも。そうそうそう。まあなんかね、薄めの、なんか生地薄めのバックパック買ったんだけど、それ結構ちょっとヘナヘナ来ちゃってあれだったんだけど、まあ、今回だったら心配ないかな。レザーだとやっぱりちょっと高級感があっていいですね。普段のやつだとね、ほんとナイロンでちょっとすごいカジュアルだけど、このレザーとかだったら若干、まぁ、ちょっと綺麗めのお洋服とかでもこうシュプリームさらっと合わせれるから、いいんじゃない？これ紐とかもシュプリームってロゴ入ってるけど、同じ同色であってるからそこまで目立たないし、悪くはないのかなと思います。では次はアクセサリー系いきたいかと思います。アクセサリーは、またターンテーブルで出るの？あ、でも多分前出たやつよりももっとクオリティがいいやつですね。見た感じ全然違うもん。おお、え、これやばくない？これは、え、やばくない？このデザイン出してくるの？もう本当に、え、今季いいんじゃない？もう今季いいんじゃないって毎回言ってるけどさ、前のシーズン本当にあの期待したよりもちょっと下だったんですね。あまり良くなかったんだけど、え、もう悪くない。え、光るんでしょ、これ買いでしょ、みんな欲しいでしょ、これダーツ、まあ、結構いい値段しそうだな。あ、カセットテープ、渋い、いいね、いいんじゃない。お、これはなんか高いな、これ絶対、これ絶対高いでしょ、これこういうタイプ、あ、絶対高いでしょこれ。え、何、分かれるの？え、すごい。なんか値段がもし合えば欲しいかな。おお、すごい。日本のナイフが出るの。ジャパニーズ三徳ナイフ。これ高いでしょ。シュプリームって入ってんの？でもこれ実際さ、研いだらこれ消えるでしょ。シュプリームって。こう、うまく M から E からどんどん。ね。ねえねえ。おー、すごいじゃん。これ叩くの？叩くの？え、すごいすごい。結構、おお。あ、こういう、あの、これは、ストール、サイドテーブルって書いてあるけど、なんかこういうのって、なんかお札のデザインのやつとかあるよね、こういう。これがシュプリームのステッカーで、もうブリックみたいな感じになってるんですね。すごいすごい。あ、これなんか前なんか工具箱みたいなの大きいの出たよね。それのセットみたいな感じでカートになってるの。値段が合えば。ごめんなさいね。いきなり静かになって。これですよ。スノーボード。これは今私が着てる。はい。この T シャツと同じデザインでございます。これは前、トランプとかでも出たか。そうそう。これね、日本に行った時はあの、リセール店で買ったんですけれども、まあその時はあの動画載せてます。はい。フールズジャッジさんで買ったんですよ、これ。ユーズドで。めっちゃ状態綺麗で今も着てんだけどさ。いいの？私、スノボできないからさ、買わないけど、スノボできたら欲しいですね。これも前からちょっとリーカーったやつですね。多分これ高いでしょ。高いでしょ。おー、すごい。これは、あの、なんだっけ、エアリアルだっけ、なんか、そんな感じのやつだったよね。なんか前、クルーネックとかのデザインだったやつ。それが、あの、ベースボールのやつですね。こんなクリック、わかんない。私、スポーツしないんでわかんないんですけど。高いでしょ、これも。ヘッドホン。あ、これ、Bluetooth じゃないの？ちょ、パスだ。ミニバスケットボール。あー、これは、どう、結構でかいの。ミニだからそこまででかくないのか。え、待って、これってさ、セット？
あ、ボールもセットだ。ボールが欲しい。昔さ、こういうボール高かったよね。ボディモデルヒューマンスカル、すごいな。歯がブリンブリンじゃないですか。昔出たよね、こういうの出たよね、ブリンブリンの。あ、これもね、ランプね、これリークあったよね。これがなんかウィークワンで出るんじゃないかみたいなとか、ちょっと後でチェックかなと思う。ライト欲しいね。赤でしょ。ファン、ファンか。値段どれぐらい。お、すごいすごい。あ、トレイも欲しい。これもさっきのなんかカートと同じブランドのやつですね。うん、結構日常で使えるような。うん、これは7ミリ使えますね。これは高いのかな。セットを手だから、もう B さんと私は2位なって思うんだけど。パイレックスのボール、パイレックスのアイテムの前のなんか測りのやつとかも結構安かったので、これも値段もしかしたらそこまで高くないかもしれないですね。星でデザインだけど、これさ、あの星のさ、タンクと同じような、あのこの一色だけじゃなくてさ、ちょっとなんか黄色とかの星混ぜた同じ色だったらもっと良かったのにって思うけど、そんな文句は言わない。星いいよ、これ欲しい。え、ゾニキュリッターボール、これはもうメイドインジャパン、もうあれじゃないですか。お吸い物、お吸い物飲むようにこれ絶対買わなきゃいけないですね。 B さんも私もこれ、あのそこまで高くなかったら買おうかなと思います。はい、で次がチョップスティック、久しぶりです。昔もねチョップスティック出たんだけど、その時はプラスチックでもっと安い感じだったね。その時定価確か24ドルとかだった。これは若干もう少し高いと思うけど、あの箸置きもセットなのか、いいね。これはもう50ドルまでいかなかったら全然1個買おうかなと思うね。もうどっちの色でもいいけど、赤の方が可愛いかな。次はこれ何これ、エディティング、なんか、あれか、修正液かな、修正液かな、ちょっとわかんない。うん、ウォータープピルケース、あー、ピルケースはたまに出てるよ。なんか私昔買った時はね、なんか銃の女神の丸いピルケースを持って、これぐらいのね。なんかアクセサリー入れとかにこれ結構できるから、私なんかピアスとか入れてる。そうそう、これ結構小物ちっちゃいね。そう、アクセサリー入れるのに使えるから、あと、あの、ネックレスとかに座って入れれるから、結構こういうの使えますよ。フレアキャンドル、これは結構やばいね。なんかこういうタイプのキャンドルって、アメリカだったらなんかそういうちょっと100円ショップみたいなとこ行ったらこう安くて、それのスプリングバージョンか。そこまでこれは高くないと思うけど、まあ、こうあるよくあるんだよ、このタイプのキャンドルって。まあこのキャンドルはね、ボックスオーブの時にもジェームズ・ジェビアの写真を置いて、みんなねキャンドル置いて祈るからさ、その時に使いますね。これは絶対5個ぐらい買った方がいいでしょう。はい、これは、うん、あ、バーナーがポケットの、あー、これはトランプだ。あ、昔トランプノベルティで配ってましたよね、ちっちゃいやつ。同じね、あのブランドで。これはちょっとなんか光ってるね。ホログラフィックって書いてあるの、すごいね。かわいい、長めの。かわいい、かわいい。なんかインテリアでもいいんじゃない。あ、これ爪楊枝で。爪楊枝でしょこれ。これもいいじゃん。なんか今回アクセサリーアジア向けみたいな感じのが多いですね。あ、またタオル。これはおメイドインジャパンで、タオルで、あ、そこまで大きい感じでもない。お、来ましたよ。おお、すごい、デザインのチーズ。お、これ欲しいな。なんかデザイン結構好きです。これもやばくない？フローティングキーチェーン。これも昔出たよね。あの、ほら、リセール屋さんとか行ったら結構アクセサリーのなんかショーケースとかあったら結構並んでるじゃん。結構いいお値段ってけど、これも復活？嘘？本当に？本当にさ、昔のアイテム、デザインを引っ張ってきますね。あ、これはない、釘の。おぉ。カマチョッピー。あ、グリーンだ、グリーン。グリーンで、グリーンだけか。あ、まあでも値段も安いだろうから、これは、はいかな。あの、なんかついてたベストとか、あれについてるのか、ちょっと、もう一回確認しなきゃ。あとはサーマルですね、秋冬は。あ、また骨系来るんだ。昔も前骨系も出たけど、結構反応が良かったから、また出したんだね。今回は、ブルーが入ってくる。あとデッキですね。
デッキがこんな感じで、おお、これなんか T シャツだったよね。よく見たら2億だ。あー、デッキ買うならこのデザインが好きかな。さっきデッキだもんね。あとはシューズだけなんですけれども、シューズの方はまたエアフォース1は黒と白が出るけれども、新色でまあね、はい、結構前からお話は、まあ、リークとかあったと思うんですけど、レザーのこのブラウンの、はい、色が出るということです。エアフォース1もね、どんどん試合の前に値段が上がってきて、もう今なんてさ109ドル超しちゃって、あのね、ニューヨークの方だと109ドルまでだったらタックスかかんないけど、もうね、もう超えちゃったから、何ドルも109ドル以上なくて、まあ、結構なお値段して、当時あの出たばっかりの時はね90とかじゃなかった。すごい値上がりですよね。なのでね、最近お店に行くとエアフォース1は残ってるけれども、このはい、ブラウンの色は新色なので、まあね、発売時みんな欲しくなるのかなと予想されます。はい、皆さんプレビューいかがだったでしょうか。長かったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。次の動画はルックブックとウィーク1、ウィーク0の、はい、あのドロップリストの、はい、予習をしていきたいと思います。とりあえずね、ここで終わります。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた。じゃあねー、バーイ。